三住隆氏は、日本の経済学者。専攻は、金融論。一橋大学大学院経営管理研究科教授。国立大学法人一橋大学学長補佐。日本学生支援機構機関保障制度、検証委員会委員長。日本生命保険総代等も務める。山口県下関市出身。山口県立下関西高等学校を経て、 1985年、一橋大学小学部卒業。矢野浩二財務事務次官は、高校、大学の同期。1987年、一橋大学大学院、小学研究科修士課程修了。1990年、一橋大学大学院小学研究科博士課程単位取得。金融論の花は年あぜみに所属し、大学院時代には、 当時学部生だった、三木谷広楽天会長とも交流を持った。1990年、一橋大学小学部、専任講師。同女教授、ミシガン大学経営大学院客員研究員三井生命保険ファイナンシャル、リサーチセンター客員研究員を経て、2004年、一橋大学大学院小学研究科教授。2010年、 国立大学法人一橋大学役員補佐2013年一橋大学大学院小学研究課長2014年国立大学法人一橋大学学長補佐兼役員補佐この間、早稲田大学社会科学部非常勤講師東京経済大学経営学部非常勤講師中央大学小学部非常勤講師国立音楽大学研究 両方科目会非常勤講師としても、教弁を取る。日本金融学会理事、行動経済学会常任理事。2020年一橋大学附属図書館長、一橋大学社会科学古典資料センター長、一橋大学附属図書館研究開発室長。日本生命保険総合会社総代独立行政法人日本学生。 支援機構機関保障制度検証委員会委員長、長野県立大学設立委員会教育課程、教員選考専門部会副部会長、公益財団法人、野村財団外国人留学生、小学部会選考委員等も務める。ありがとうございます。